日光上人を学ぶ原殿御返事原殿について大号宗の原殿とははきり実長の四男でやろくろう長吉のことで稲見は清長亀はやろくろうという原というところに重していたので原殿と称された父実長より甲斐国はきり豪の自頭職を継承し 長吉も父や兄弟と同じく日蓮大聖人に深く帰還した。大聖人の入滅後、父・実長との間に意見の相違があり、日光聖人が身延を下山すると、長吉は正情を立てて、引き続き日光聖人に支持し続けたと言われる。このため、日蓮召集では今日に至るまで消防検事の人物であったとされている。出家後は日教と称した。また 南部は後に中世を通して存続した以下は親族関係である原殿御返事の背景日光商人が身延山を離山された時期については この御書の身延沢をまかりでで僧侶ごと面目なさ本意なさ申し尽くしがたく僧侶へえどもを根拠として本書を執筆された昭和元年12月16日にはすでに離山されているとの説があるがそれについては日光商人身延離山氏において西山本門寺所蔵の正月21日付のはきりさね長の所蔵にいまだ身延沢に渡らせましましまし僧侶ととのあり 昭和2年1月21日には身延山におられたことがわかる。その後、昭和2年6月5日付の書状では、明らかに身延山を離山されていることがわかるが、本書では、離山の時期を、昭和2年1月末から2月頃と結論付けている。したがって、本書が執筆された当時は、身延山の離山を決意されて、その準備をされている時である。 第一はきりさね長の心変わりお手紙を詳しく拝見させていただいたそもそも身延を離散することの根源は去る昭王元年11月の頃南部ヤサ弥三郎殿ネナ長の三男がこの法華経の教えを聞くために身延三久恩寺に参詣された折にこのヤサブロード殿が父の弥三長入道殿の仰せであるとして念仏が無権地獄の理由を聞いてくるようまたこの国に 守護の禅人がいないということは言うべきではないと言われたと伺った。このことこそ、あまりにも意外なことに思われ、これは、はきり入道殿のお心が変わってしまったのかと推察したのである。そこで、強く、この日本の国は、念仏、神言、善、律の大奉望のために、大将の守護の禅人が捨て去り、その後の祠には大貴人が入り替わって、国土に飢饉、疫病、 盲古国の襲来という山塞が連続して起こり国土が滅亡しようとしている理由をわざわざ日蓮大聖人は立正安国論として表し鎌倉幕府の三代の執権に仰せられ勧業されたのである第二立正安国論に答えはあるこの胸こそ日蓮大聖人が知った訪問であり国のため世のため一切修正のために日蓮大聖人は 仏のお使いとして、大慈悲をもって、神明をお始末言われたのであると話したならば、すると、八三郎殿は、念仏無権のことについては、深く信じている。しかし、守護の前人が、この国を捨て去るということについては、まだ疑問が晴れない。その理由は、鎌倉におられる大聖人のお弟子は、諸天前人は、この国を守護されているのであるから、当然、神社に参詣すべきだという。 一方、身延山の大聖人のお弟子は、固く、守護の前人はこの国にいないと言い立てられる。日蓮大聖人は、すでに入滅されている。一体、誰にあって、どちらの考えが正しいか否かを決めたらよいのかと疑問の理由を述べられた。そこで、私と二皇の二人のほかに、弟子の相違を判定できることがある。師匠は入滅されているとは言っても、その残された恩情がある。 立証安国論がこれであるこの書は私的な文書ではない三代にわたる執権に対して公に示されたものであると話したがなお心の中が半然としないままに帰って行かれたのである第三神社参拝は奉望であるこれというのもこの南部八三郎殿が三島神社に参詣されるようであると聞いたので野中に越後坊を使わして この上天上訪問は立正安国論の勝利であり、日蓮聖人の大願であるのに、どうしてこれを破られるのか、このことをご存じないのかと言って長らく思いとどめさせたのである。これをはっきり入道殿が聞かれて、民部アジャリニコーに質問された。そのご返答は、守護の前人がこの国を去るということは、立正安国論の一辺には説かれているけれども、白蓮アジャリニコーは、下天読みに、 一面的に読んで、究極の法理を知らないのである。補挙教を保つ者が神社に参詣すれば、もろもろの神も、その神社に来るのであり、当然参詣すべきであると言われた。それによって、はきり入道殿は、深く、この胸を信じてしまわれたので、日光が、入道殿の屋敷に参上して話し合ったところ、案の定、その通り、民部アジャリニ公が教えたのであると答えられた。日光は、このことは、 もはや天魔の仕業であると考えて、少しも恐れることなく申したのである。ゆえに、前人は、国を捨てて愛さりと仰せになっている。この国の守護神である、日蓮大聖人の弟子である民部アジャリニ公が、ホッケの寺社が神社に参詣するたびに、所天前人は来るというのは、まさしく死に敵対する重罪であり、七逆罪に当たるではないか。このような誤りを言うのであれば、 民部アジャリニ項の考えに日光が従うならば、日光もその重罪を逃れることはできないと思う。今より以後は、このような方々の学党は追放しなければならないと申した。第四、ニ項は誤った法を解く。それから、間もなく、続いて、ハキリ殿が南部号内に念仏福祉の党を置くようした。こした。 とても容認できない誤りである。そうじて、この24年の間、次際の保守などは、はきりの領内には影すら見させなかったのに、はきりさね長のご新人が、いかに弱くなられたから、こんなことになったのであろう。これというのも、あの民部アジャリニコーは、世間的欲望が深くて、世間にへつらい、将棋を曲げたそうで、大聖人のご訪問を世に立てることなど思いもよらず、大いに破るものであると。 この23年の間見つめてきたがそれでも折に触れては2項の徳訪問が誤っていること根拠のないいい加減な内容であることを指摘してきたがそれを2項は聞き入れようともしなかったのである第のの祈願の誤りを指摘今年11月の天台大志向の折りもそこで申し述べる祈願の中で2項は天皇のもとで 天地の末長き平穏無事と天皇の願いが成就すること、左右の大臣、文官、武官等のそれぞれの願いが成就するようにという願いを述べた。それに対して、日光は、この祈りは今は行ってはならないと、再三にわたって注意したのに、日光は、どうしてあなたは国の恩をお知りにならないのかと言って止めることを聞かなかったので、日光は今年は問答講を行わなかったのである。 第六、仏像増を企てる。それだけではない。日蓮大聖人のご出世の本会である南明法蓮華経の教主釈尊久遠実情の如来の画像は一人二人はかきまつったことはあるけれどもいまだ釈尊の木像は誰も作ってはいないのにはきり入道殿が微力ながら釈尊の木像をその形の通りに造流したいと思い立たれたのを何の使い道もないのに。 民部二皇が、大黒あじゃり日郎が奪い去った大聖人随人の一体物の代わりに、それと同じような一体物を作られたらよかろうと教えたので、はっきりさねながは、固く、その考えにとらわれてしまった。それに対し、日皇は、せめて、亡き大聖人が安置されていた仏であるならまだしもである。それにつけても、上行菩薩等の脇地もなく、至上昇格の仏に過ぎなかった。その上、 その立像物は、すでに大黒あじゃり日郎が持ち去ってしまっている。それなのに、何の言われがあって、それを写した至上昇格、無常の仏像が欲しいと思われるのか。本来あるべき仏像を増留することが、あなたの力ではかなわないのなら、お子孫の中で増留する人が出てこられるまでは、大聖人が文字にしたためられたご本尊をご安置すべきである。どうして、 大人ご出世の本会の南陽法蓮華経の教主の木造を一番先に破るのかと強く申し上げたのを自分が軽んじていると思われたのであろう。日光はこのように申し上げたことこそ大聖人のお弟子としてその後を継がせていただいている立場の上からはきり殿を替えの国の重鎮として重んじて申し上げた誉れある行為であったと自負していることは大聖人が我が身に入り替わっておられるのであろうか。 仮にもへつらい曲げることなく、ただ、教文の通り、大聖人の仰せられた通りに、いめることができたものだと、自ら褒めてこそいるのである。第7、奉望の原因は、二項を師匠にしたこと。そうじて、このことには、三つの難点がある。一には、暗黒論の勝意を破っている。二には、久遠実情の如来の木造を真っ先に破っている。 3には、方々の伏せを初めて行った。日光がこれらの事柄ははきり入道とのご自身に罪があるのではなくひとえにへつらい曲がった保守の過ちであるからよく改められ今より以後は立正安国論に仰せのように大聖人が承知しておられた財政20年のように信じてまいりますとの改心の正常を書かれて大聖人の見栄のご法然におささげしなさいと申し上げたが信用なされないばかりか。 かえって日光が軽んじたと思われたのであろう、自分は民部あざりリニを師匠にしたのであると言われたと聞いた。第8日光商人は、キリ一族の師匠である。まさに、法華経の新人が逆さまになってしまったのである。日蓮大商人のご訪問は、三階の一切修行のためには、釈迦如来こそ初めて発信させた本師であるのに。 それを捨てて阿弥陀仏を頼みとしたことによって、御逆罪を犯した人となって、無間地獄に落ちるのであるという訪問ではないのか。何をもって、大聖人の仏法を信仰してきたと言えるであろうか。日光は、はきりの上下の人々のためには、諸発信の師匠であることは、二代、三代の末の世あるならばいざ知らず、いまだ、はきり一族の上の人も、下の人も、誰が忘れるであろうかと思っているのである。 第九、身延離山の決意を固める。この身延の沢を立ち退くことは、面目なく、残念さは言葉で言い表されないが、いろいろ考えてみれば、いずれの地であっても、大聖人の訪問を正しく受け継いで、この世に流布していくことが一番大切なことである。そうとは言っても、と思い煩っていたが、大聖人のお弟子はことごとくして期待してしまった。日光一人が、本氏大聖人の将棋を守って、 線ルフの本懐を遂げたつるべきその人であると自覚するので、その本意を忘れないのである。あなた方はいずれも大聖人の将棋をわきまえておられるので、心から喜んでいる。あなた方がわざわざ身延へ行かれるならば、はきり入道殿が不条理に落ちきってしまわれることはないであろうと思っている。第十、下点も重要である。なお、 民部ーに覚える阿波に向かった時にも、ハキリ入道殿のところに行って、下典を読むことは誤りであると、再三にわたり語っていたと聞いている。しかし、大聖人の立正暗黒論も下典を用いて表されている。また、文英八年に表された一作実語書も下典を用いて書かれているのである。その上、法華経というお経は、 中国第一の下天に優れたものによって翻訳されたので一切教の中でも文章言葉が最高に優れていると言われているのである今この大聖人の訪問を立ててルフするにも是非とも下天の達人を一人は出すことが必要だと考えているのである仏法の経典にも仏典以外の典籍にも通じた学識がなければ国も平和に収まらず消防を立てることが難しいのが道理である 外して、民部あじゃりの考え方を、ありのままにご覧になり、明らかにされるべきである。第十一、乱行を重ねる二項。特に去る四月一日から、二項は、諸岡入道の庭内にある商家に閉じこもり。絵師を招き寄せて曼荼羅を書か,かせ、四月八日には、仏の誕生日と称して、諸岡入道の室内において、一日一夜の説法をして。 癖を出させて抱き取ったばかりか、酒を出させて興じたのである。このとき、諸岡入道が、その心を案じて祭子を呼び出して、釈をさせたところ、酒に酔ったあまり大声を上げるなど、諸岡入道の一族からあざけり笑われたことなど、実に情けないことこの上ない。師匠の日蓮大聖人のお恥として、これ以上のものはないではないか。このことは、世間では隠れもなく、人々がみんな、 知っていることであるこのことはただはきり入道殿には隠し言わなかったけれどもこのような事態が起こったからにはもはやあの民部アジャリが大聖人のご訪問を後継することなどできない事実は明らかであるから日光があの民部アジャリ二公を切り捨てたことを原殿に知らせるために申したのである。第十二日蓮大聖人の将棋を守ることが重要。 共に同じ修行をしてきたものだからと言って遠慮して、どうして、大聖人の恩義を隠してよいであろうか。二孔あじゃりの説法は、きっとほんの少しだけ、二孔から説法を聞いた子たちですら、二孔を破るであろうと必ずおっしゃるであろう。もとより、日蓮大聖人の将棋に位牌する師匠たちを捨てないのが、かえってがになるというのが、この訪問であることをご存知であろう。何よりも、大聖人の見栄は、 このほどのことを、どのように将来なされているであろうか。対面して話すのでなければ、心の内を言い尽くすことはできない。京京禁言。昭和元年、土のえね、12月16日、日光。心情、原殿が返報。第13、推進文。推進。涅槃行の第3巻、第9巻の2巻を、あなたの家で講義した際に。 私の書物と一緒に持ってきました。これは大聖人のお経であるから確かにお送りしました。またもう一つ、自物堂の北の棚に四十九輪申し状があったがご覧の上頼りがあった時にお送りいただけまいか。見ておきたいことがある。その他のことはまたの頼りにしたい。きょうきょう